イタリア語のイタリア語のジェラートと、英語かな、まあこれは日本語だけど、をちょっと結びつけます。まあショコラートはショコラートっていうだけあって、まあショコラータテボルビンポルベ、絶対ブルーベリー、長さ的にブルーベリー長さミルティーはそのままだね、バナナラティーバナバナナね。待って、抹茶とイチゴミルクでしょ。いや、これ抹茶や、これ抹茶、はい、こう、あ、でもちげえか、違う、分かったラテがミルクや、分かった、絶対そうや、これちょっと今の話で分かった、ようやくラテミルクや、そう、騙された、そう、ほら、だってこれバナナラテ、そういうことだから、ミルク系やろ、だからこれショコラとショコラ、こうや、こうや、長さ的に分かった、ファイナルアンサーで、じゃあ2個違う最後じゃん、おこでしょ、おここがこうでしょ、こうだ、はい、ミルティリがブルーベリー。8月4日日曜日、水戸線は周南市サンクスデー、僕の出身地です。周南市内の素材を使用した人気のジェラートを販売します。生乳 100% のミルク、地元の高瀬茶を使った抹茶のほか、ほうじ茶、ピスタチオ、ショコラータ、バナナミルク、マンゴー、キウイ、ブルーベリーなどを店舗では日替わりでご用意してます。カップで販売します。ジェラートだけでなく、周南市大洲島産のスダイダイを使用して生まれた柑橘系の香りと苦味がマッチした地ビール島麦酒スダイダイも販売します。また当日は VR でボートレーサーがレース中に見ている世界を視聴体験でき、レーサーの格好で記念撮影もできます。ハーフタイムにはボートレース徳山でおなじみの長島智弘さん MC のもと、人気ボートレーサーの佐々木選手とレノファの選手がトークショーを行います。8月4日はスタジアムにぜひお越しください。